日本保守党の街頭演説風景に迷路なし。支援者の方は経済レベルが高い感じがする。左翼系のあの独特な服装や謎の髪型はいない。がネットで話題。内容はこちら。日本保守党の街頭演説の熱狂ぶりがものすごかったようです。では、内容を見てみましょう。迷路魔、谷本真由美。支援者の方は身なりが良く、女性は綺麗な人も結構いる。経済レベルが高い感じがする。男性は管理職や専門職の人が多い感じだ。保守系の子はそうだろう。左翼系のあの独特な服装や謎の髪型はいない。さらに、値段が高いヘアカラーをしてる人多数。白っぽい服、たまにオシャレイケメンなど。明らかにお金がある人々。年久104。この街頭演説に来て思ったことは、今の政治に不満に思い、日本保守党に期待して、これだけの人が街頭演説に来ている。すごいですよ、日本保守党は。カエラギ。とんでもない聴衆の数。大村知事を引きずり下ろせそうな勢いだ。クーミ。昨日はありがとうございました。背が低い自分に見やすいよと階段の上の段を譲ってくださった方、ありがとうございました。私以外にも譲り合い、たくさん見かけました。優しい方が多かったです。よりじゃない写真は少ないのですが、日本保守党のお役に立てるなら、写真ご自由にお使いください。ハンターマー。ほんとすごい熱気でした。次の凱旋もきっとすごい人の数でしょう。自分で言うのもなんですが、私が容易に握手できてしまうことに少し不安を感じてしまいました。もう少し警備を強化した方がいいと思います。サラ・サチコ。この違いを見よ。保守票が日本保守党に流れたのを実感できる。いいぞ、寝とうよ。ものすごい人と熱狂ぶりですね。それだけ多くの日本人が日本保守党に期待しているということです。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。近くなので私も応援に伺いましたが、皆さん品の良い美の美女で驚きました。交通量の多い場所であの人数集まり、迷惑にならずいられることがとても不思議。品がいいですね。歌って踊って減税言いながら練り歩く、どこぞのチンドン屋みたいな雰囲気もない。謎に帽子とサングラスとマスク並走をして、やたら公安を気にする人たちもいない。合わせたような印刷したプラカードもないし、どっかに所属するのぼりや旗もないね。おのおのが自然と集まった感じ。紫とかピンクとか、自分で染めたパツキンとかいないわら。街頭風景見ると、左翼との違いがよくわかる。日本保守党の支持層は、純粋に日本を愛する、普通の日本人だということなのでしょう。次はこちら。現場にいましたが、私の周りもきちんとしたばかりで、百田さんたちが現れても、前に行こうと押しのけたりせず、最後まで熱心に拍手声援を送っていました。男女比率は年配男性が多め、奥様同伴も30代くらいの男性、女性の順に見受けられました。現地参戦しました。老若男女問わず、幅広い年齢層の方々がいました。場の空気感は明るく、どんよりした重苦しい感じは全くなかったですね。これが大事。やっと日本人用の党ができた。待ってた。日本保守党の街頭演説風景。安倍元首相の街頭演説と被るものがありますよね。次はこちら。昨日は私も初めて街頭演説に伺いましたが、みんな熱心に演説を聞き、あれほど多くの人が集まったのにもかかわらず、マナーも良かったです。両隣のカップルはまだ若く、声援の内容もザ・保守でしたよ。日本を大切に思う若者たちが多くいることが嬉しかったな。これだけの人が静かに集まっているのが驚き。若い方も多い。世の中が大きく変わりそうな予感させる一日でしたね。日本保守党の存在は多くの政党にとって脅威であることだけは間違いないでしょうね。最後はこちら。
自民党政治に対する不満が募る中、百田さん新党立ち上げ宣言から日本保守党ができて、自分は人生で初めて政党の党員となる。結党大会と初街頭演説の熱狂を見て、ふつふつと湧いてくる愛国心。百田さんと有本さんと共に日本を強く豊かにしたいと思う気持ち。勝手に幕末の知識分になっていました。敗戦以来の日本の体制を変革する革命が始まったね。それに党員として参加できてることが誇らしい。やっぱり風を感じる。勢いある日本保守党、期待してます。応援してます。日本を強い国に。次期衆院選、日本保守党の大躍進、間違いなしだと思います。結論、日本保守党の街頭演説に集まる多くの日本人の姿を見ていたら、なんだか安倍元首相の葬儀での安倍昭恵夫人の挨拶、政治家としてやり残したことはたくさんあったと思うが、本人なりの春夏秋冬を過ごし種をいっぱい撒いた。それが芽吹くことでしょう、との言葉を思い出しました。日本保守党の街頭演説に集まった多くの人々こそが真の日本人であり、純粋に祖国を愛し祖国を守りたい人たちなのだと思います。今の腐敗し堕落した政治を変えるためにも、日本人のための政党、日本保守党を多くの人々で応援し、日本の未来を守っていきましょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。